こんにちは、吉田です。今日はですね、この動画でお伝えしていきたいなと思っていることはですね、私、吉田雅史、ね、ちょっと長旅になっちゃいました。こんなにね、長くいるはずがなかったんですけども、まあ、ドバイから始まり、今ここフランス、ニースって言われる場所でですね、南フランスのね、フランスの中でも一番下の方に来ておりますけども、かなりね、充実したこの世界の旅になっております。でこうしてですね、今一番思うことはですね、何を考えるかというと、まあ、授業はね、それなりにね、日本の、まあ、パートナーがすっごい頑張ってくれるんで、もうほとんど何もすることなく、ね、本当に何もすることなくね、おかげさまでこういう生活もできるようになっております。でね、今回この動画でお伝えしていきたいなと思っている内容はですね、とにかくね、肉が食べたい。とにかく肉が食べたいです。だからですね、一旦日本に帰ってですね、お肉をね、食べる会をちょっと開きたいなと思っております。で今回この動画をもう毎回のように見ていただいた皆様には、ぜひですね、このお肉のね、会に参加していただいて、一緒にですね、まあ、時間を共有して、そしていろんな相談とかね、そしていろんな悩みとか、そして、まあ、例えば集客だったりとか、マーケティングだったりとか、インターネットの販売だったりとか、世界の旅先の情報とかね、もっともっと自分はこうしていきたい、だけど未来はわからない、 でもそんな人にはもっともっとどうしたらいいのかっていうね、具体的なアドバイスまで今回ね、このお肉の会でね、やっていきたいなとは思っております。で焼き鳥も好きですけども、やっぱお肉自体がもともと好きなので、まあ、お肉っていうのがきっかけで、そしていろんな人と時間を一緒に共有できたらなと思っております。そんな会をですね、今回開催しておりますので、ぜひ、皆様、そしてこの、まね、毎回チャンネルを見ていただいているあなたにはですね、参加していただきたいなと思っております。それではぜひ、参加してください。詳細はですね、コメント欄の方に書いておりますので、ぜひ覗いてみてください。それではまたお会いしましょう。会場でお待ちしております。フランスより吉田雅史でした。